ホワイダニットを大切にした推理小説ってあまりねえんだよな。ホワイダニット？犯人の動機ですか？ああ、推理小説で探るべき3つの論点はフーダニット、ハウダニット、そしてホワイダニット。この前者2つを扱う小説は結構多いと思うが、最後のホワイダニットを扱う小説って案外ないんだよな。犯人特定後に動機を自白する作品は結構あると思いますけど、それを犯人が自白する前に推理できるようになってなければダメなんだ。動機がないと思われていた人物が推理不能な動機により事件に及ぶってのは、俺は個人的にはアンフェアだと思ってる。誰が犯人かとか、どんなトリックでとか、それを問う作品はすげえ多いぜ。いや、ほとんどだろうな。しかし、動機を推理する作品ってのは決して多くないと思う。そうですね。Who、How、Why の3つの中で一番ないがしろにされている要素かもしれませんね。ホワイダニットを大切にしない推理小説ってのはなんだか一味足りないように思う。いや、つまらないって言ってんじゃない。なんていうのか、一番大切なものが足りないような気がするんだ。一番大切なものが足りない？心だよ。心が足りない。心、人の心ってのはすごく重要だと思うんだ。人間が殺人を決意し、計画し、準備し、実行に踏み切るにはものすごい大きな心の力が必要なはずなんだ。人は心で動いてるんだぜ。だからさ、犯人がただの殺人狂で面白半分に事件を起こしてるって作品はなんだか少し好きになれない。殺すに値する十分な心の動きを描いた作品がお好きだと？そうさ。そしてそれを推理させてくれる作品が俺は本当は一番好きなんだ。心ってやつを俺はないがしろにしたくない。人は心で動いてるんだからな。そうですね、おっしゃる通りだと思います。こんな時間だな。兄貴たちを待たせちゃってるかな。そろそろ戻った方がいい時間ですね。シャノンちゃんと話してるとあっという間に時間が過ぎちまうな。
人きりでお話をできたらいいのに。時計の針が恨めしいです。俺もだぜ。六軒島で一番楽しいのはこうしてシャノンちゃんと話すことだからな。私も外の世界へ出られたならもっともっとたくさんの本を読めるのに。シャノンちゃんはいつまで使用人を続ける気なんだ？わかりません。もしいつか辞める時が来たら。来たら？俺のところへ来いよ。そしたら今度はもう時間も何も気にせずに済むもんな。そうですね。ずっと一緒にいられますね。必ずその日は来るさ。来るでしょうか。ああ絶対にな。その日が来たら俺が白馬にまたがって迎えに来てやるぜ。え？その日はいつ来るんでしょう。シャノンちゃんさえ決心したならすぐにさ。俺はいつだっていいんだぜ。シャノンちゃんの人生さ、よく考えてから決心するといい。俺はその決心がいつであってもそれを尊重するぜ。はい。その日までずっと待ってるぜ。嬉しいです。ありがとう。時間をくれてありがとうございます。時間は無限にあるぜ。いいえ、それでは申し訳ないです。待ちくたびれちゃったら申し訳ないです。だから決心しました。ううん、決心しますというのが正しいでしょうか。今日今すぐ使用人を辞めるという意味じゃありません。そう、1年後に。1年後にこの同じ場所で決心しようと思います。1年か、いい時間だな。春夏
秋冬それだけの時間を過ごして自分の心と正直に向き合うといいぜ。で、ですから来年きっと迎えに来てくださいね。おう。その日が来るの待っているぜ。はい、私も待っていますからね。絶対来てくださいね。ああ、絶対ですよ。来年来てくださいね。ああ、絶対来るぜ。ここで会おうな。この感情はダメだな。覚えちまったら忘れられぬではないかよ。